ギリギリじゃなかったけん意外と余裕あった。本当？なんかね、帰ってきてメールを打ってたらめっちゃギリギリになりそうだった。危なかった。そして充電がないってことに気づいて今充電器も持ってきて。そう、大地さん、傘ありがとう。極力超頭足冷房してありがとう。大地さん、ハートもありがとうね。メール、そうそう、おはようと、もう一個ぐらい、あ、今なんかみほりんから来ましたメール皆さん多分お休みメールが先に届くんですけど、お休みじゃないです、まだ3通ぐらい多分来ます、これから。昼よりも可愛くなってる。あ、ほんと？なんか私レッスン後の方が顔漏れることが多いんですよね。前髪が巻きすぎない方がいいのかな、なんかちょうどいい感じに、メイクがちょうどいい感じになるんですよ、なんか。OK。なんだろう、今日2回目。今日2回目。ちゃっちゃん。よし。よしよし。そう、お休みメールの後にまた2通くらい来ます。ぜひお楽しみに。ナナさん、ハートありがとう。クマもありがとう。君は今僕の太陽さん、小包みありがとう。ありがとうございます。アドレナリン出てる感じ、セクシー担当なんでね、うん。アスパラさん、傘ありがとうございます。今日のレッスン、いや、きつい。でも足の裏がめちゃくちゃジンジンしてる今日は。でもいつもよりなんか振り入れに時間がかかってない。今日は先生も褒めてくれたよ、みんなのことだから嬉しいよ私は。もうツアーへの準備が着々と進んでいますよ。お楽しみにです、ほんと。よいしょ。昼仕事しててちょっとしかね、だよね、だから夜もしようと思ってしてみました。かんちゃん、ハートありがとう。アスパラさん、スター傘ありがとう。ヒロさんさん、ハートありがとう。ありがとうございます。前髪がなんかさ、なんかもうボソボソになって、なんかいい束感が出るんだよねなんかちょうどよく束感が出るっていう。そう、レッスンオツです。ありがとうございます。今日も楽しかったです、本当に。もうめっちゃ汗かいた。でも今日はちょっとなんか最近なんかサビは結構覚えていけるんですけど、他の部分がなんかあんま動画やと覚えていけれんくて、なんかやっぱ難しいわね。まあサビだけでも覚えていっとってよかったなと思うけど、でも楽しかったです今日も。足の裏がめちゃくちゃ痛い矢島さん、ハートありがとうございます。デザイザートさん、傘ありがとうございます。ぷっぷっぷー、ちょちょちょ、そう、あ、おやすみ褒める着弾、よかった。そう、若干飯テロになってる今日。なんかずっと気になった、なんかさ、セブンイレブンにさ、なんかすごいなんかタンパク質が取れるサンドイッチみたいなのシリーズあるじゃないですか。あれでなんかチリ、なんかローストチキンのチリソース味みたいなサンドイッチがあって、めっちゃ気になってて、タンパク質がめっちゃ入ってるサンドイッチで、なのにあの炭水化物よりタンパク質が多いんですよ、サンドイッチなのに、っていうのがありましてそれを夜ご飯に食べました今日は。でも休憩が10分ぐらいしかなくて、めっちゃ書き込みましたサンドイッチをっていう夜でした今日は。でレッスン後にプロテイン飲んで終わりましたそう、セブンタンパク質シリーズ増えたよね。そうそう、でローソンは低糖質をやってくるし、まあファミマもライザップとかコラボしてるから、結構低糖質なものとかが多いよね。そうそう、あ、メール2通目来たね、それな私もミホリンからメール来ました
そう、今日はタンパク質、そう、今日は6時間踊ったから、タンパク質普段よりも多く取らないと。なんで普段でも多分 50g ぐらい取らないといけなくて、今日は 70g 取れました。タンパク質すごない？バリ取れるやんっていう。よかった。でも今日2食だわ、ご飯は。明日朝昼ご飯を配信前に食べて、お昼ので、配信後はちょっとカフェオレだけ飲んで、レッスン行きのサンドイッチ食べて、プロテイン飲んでみたいな感じですね。ミホリンって名前で登録しようか。やば。え、でも私名前変えとるもん。なんかミホリンから届くみたいになる。自分からのメールが。そう、みちゅさんはみちゅさんってやってるもん。オッケー、そんな感じよ。デザイズハートさん、ハート100ありがとうございます。サラダチキンってアレンジしてみようと思うけど、結局そのまま食べてしまう。でも確かに私サラダチキンの中はスモークサラダチキンが好きです。でも最近食べてないですね、サラダチキン。ナナさん、ハートありがとうございます。カツカツさん、だるまありがとうございます。あ、またみほりんからメール届いた。多分これで最後かな。デザイズハートさん、ハートありがとうございます。コミさん、なんだっけこれ、てるてる坊主ありがとうございます。おちち、汗でふわふわしとるに。3通目も来たでしょ、メール。よかった、本当に最後のメール多分。チュ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 ルルルチュ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 。おもちー、こんばんは。おもちー、シャーシャー、チュチュチュ。うんふんふん。よりこんばんは。ワッフル美味しそう。ワッフル美味しい。こんばんは。ドキドキが止まらないくらい可愛い。にやり。この髪でも可愛いですか？なんか良くない？これ小顔効果。中身ちゃんのアチチ好きですか？もうアチチですよ。今日このアホ毛を見たら分かると思いますがね、もう暑いですね、夏ですね。あ、張り付く張り付く。かんちゃん、かわいい、ありがとう。クロさん、バラ好き嫌い好き、ありがとう、ありがとうございます。いや変でしょ。え、変ですかこれ。大西くん、ありがとうございます。ありがとうございました。昨日はいっぱい人も来てくれたし、その人の秒数も長かったし、めっちゃ楽しかった。やっぱお話し会いいわ。また早くしたい。もうあと1回しかない。悲しすぎる。無理。無理。うん、帰すぎて恋が始まった。恋しちゃったんだ、多分気づいてないでしょ。星の夜願い込めてチェリー。もう疲れたけん、なんかおかしくなった。疲れたけど楽しかったけど。ひゃーに昇格したやつの髪できそうだよ。そうだ、メイクさんにここで結んでくださいって言って、これで公園出てくる。やばい。やばすぎる。そう、6数続きで最後です。オンラインは待ち時間で枚数たくさんの人多いことに気づいた。おお、そうなんだ。待ち時間も出るんだね。なるほどね。ひょうひょうひょう。ゆい懐かしい。そう、めっちゃ好きなんですよ、ゆいさんの曲。アメリカ恋してるのってやつも好き。I can see すぐにわかるわ。なんだっけこれ。あらくえの先に憧れているなら、ならならってやつね。いい。ゆいさんとミセスさんなら曲がまあまあわかる。うわ、今からハゲタツ食べるのいいな。今日もさ、レッスン場でアイス食べとう人が何人かおって、美味しそうやった。
マジアイスって夏だね。で私チョコ系のアイスが好きだから、ミルクティーとかマジ羨ましい。ふぅ、じゃんじゃんじゃん。4分で2人結構飲ました。あ、そんな感じだったんだ。おお。なるほど、確かに。でも結構そうですね、いつも長い方は長いし、でもなんか前よりも秒数が伸びてきてくれた方も増えてた。楽し方はいやーいやいやー、あいちゃんのと乾く飲もう。お茶配信終わったら、そうだ、今お喉乾いたけお茶持ってこいと思ったやった。今日は久しぶりにレッスンでお茶を飲み切ってしまったってことがありました。うん、最近お水とかお茶とか余って持って帰ってたんですけど、暑すぎて今日はあとすごい張り切ってたんで、なんか知らないけどいつも張り切ってるけど今日なんか楽しくて張り切ってたのでお茶がすぐなくなっちゃった。私もそんな感じでね、なんか前より長かった気する。ありがたい、嬉しい。いいはりーんこんばんは。さっきプロテイン飲みました。私も帰ってくる時に飲んでた、車で。今日は何じゃ、今日はヘルシア飲んでました。苦めのお茶が好きなので今日は苦めのお茶で、で今日はね、粉のプロテインを持っていくの忘れてたから、コンビニでココア味のプロテインを買ってから行きました。なので今日はココア味のプロテインでした。もう一回飲みたくなってきた。今日はなんかいっぱい動いたから、なんかあと1回ぐらいカフェオレ飲んでもいい気がする。ちょ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 、あ、そうそう、明日くだらないとです。そう、なんだっけ、明日の夜中のクラコンに出演させていただくんですよ。渡辺なっちゃんとリネタンとリコチと4人で出るんですけど、そうで、そのうちのリコチと一緒に明日は20時半からくだらないとに出させていただきます。 LINE ライブですね。なのでぜひ見てくださると嬉しいです。8時半から夜だから、明日配信、自分の配信何時にしようかな。どっちもリモートやからさ、なんかどうしようかな。そう、それは楽しみしかないでしょ。しかもね、前回もくだらないと多分ね、リコチとやったんだよ。またリコチとやれる。オレティタケタケタケヒタさん、あと100回ありがとう。そう、なっちゃんだよ、なっちゃんだよ。デザインサートさん、だるまありがとうございます。なっちゃんはね、さっちゃんだわこれそう、リモート、そうなんですよ、リモート。まだね、一応リモートでやるので、しょうプロテインは公演後3分以内にだね。でも本当は30分以内でいいよね。チュチュチュ、くだらないとね。そう、前回私がやった時はリモートじゃなかったんですけど、今回は一応リモートですね。確かに楽しかったです。ありがとうございました。ありがとう、嬉しみです。皆さん本当に楽しかったです。話し足りない人もいっぱいいましたけど、大地さんもバラ好き、嫌い好き、ありがとう。なーにゃんにゃん、うん、本日2度目の555日だ。パー、ルルル、喉乾いた。次で最後の話から楽しもうね。楽しみましょう。あっという間だったな。話がいっぱいあるって思っとったのに、もう終わっちゃうよ。次な、どのテーマにしたっけ、洋服。何のテーマにしたっけな。あ、派手な服か。お、いよいよあの洋服を着る日が来た。楽しみ。ちょちょちょ。昨日ありがとうね、ありがとう。そう、今日配信555日。
しかも今日はなんか ST48 がフューチャーされる日です、ショールームで。ぜひ皆さん、なんかさ、なんだっけ、あのなんかタワーに見える1円のギフトがあるみたいな、あれはまだか。クロさん小判ありがとうございます。タカトさん可愛い、ありがとうございます。ありがとう。ライトつけた方がいいかな今頃。いかが、ちょっと明るくなったムン。ちょっと、あまりお話しかいけなかったから、ラストとなると悔いが、次はいっぱい話せるわね。次てかいっぱい話したけどね、満足す、あ間違えた、枚数少ないと満足できない人になりました。あら、あらあら、じゃあ次もう満タンいっぱいですねやったね。微妙に明るくしました、なんかこれより強いとなんか強すぎと思って。どうだ、なんかこっち側の方が明るいもし、こっちに来た方が明るい、そんなことない、よいしょ。まあなん、初日多く取りすぎちゃった。いやいや全然、いや確かに後半なんか寂しかったね、あんま合わなかった気がする。こんばんは、こんばんは、近くし、よし、こんばんは会話の盛り上がりで延長ボタン、確かにそれめっちゃいい、もうちょっとあとちょっと欲しいって時あるしね、そういう時に切れちゃうの悲しいもんね。すぐるんのかわいい、ありがとう。たけたけたけひとさんアイスありがとう。デザイザートさんもアイスありがとう。ケンジケンジさんバラ好き嫌い好き、ありがとう、ありがとうございます。ちゃっちゃー、遅れましたが自分もまた会えて嬉しい、やったね、ありがとう来てくれて。ちゃんちゃんちゃん、こんばんは、こんばんは。最終とんでもないことになってるとか言えない、何めちゃくちゃある、もしかしてめちゃくちゃ喋れる的な感じ。次のシングルもっと枚数増やそう、やったー、また何か話そうかね、楽しみなり。じゃじゃーん、ケンテさんハート100個ありがとうございます、ありがとうありがとう、君がいてくれてハート良かったですよ、良かった。ポッポッポー、おもちこんばんはね、七須まだかな、七須があったらもっと話せるね。ドラゴン桜見ました、なんかあおーみたいな、あおーって感じ、なんかでもいいけど、うん、まだ見てない方にあれやけどさ、ドラゴン桜良かったツイートのミホリンが良すぎたことを報告しに来た、イエイ。じゃあどんどん沼へどうぞ、カモン、ミオリの剣買っちゃうと沼にはまりそうで汗汗、カモンはまっちゃいな、にゃにゃにゃ。お最近来れなくてすまん、やっほー久しぶり、ありがとうございます、来てくれて。キュルンショルムもあんまり来れないって方、お話し会にも来てくれていいよ。つつつ、ドラゴン桜良かった本当に。いやそう、あのなんだっけ、すごい女優さんお二人が並んでてすごってなった画面に、あの長澤まさみさんと、あれ待って、待ってやばい名前、女優さんの名前、すごい女優さんが二人並んでてすごいと思った。あ、ガッキーさんです。それそうです。新垣結衣さんと長
長澤まさみさんが並んでて、やっぱこの画面やっぱって思ったけど、そう、それだけ伝えときます。やばくない？あの二人が並ぶのテレビに、すっごいと思った。なんか私ちっちゃい頃あの二人を同一人物だと思い込んでたんですよ。ってぐらいなんか二人とも本当に綺麗な、本当すごい人っていう印象だったんで、あの二人が並んでてすごかった。まあまだ見れてない方はぜひ見てみてください、録画でね。テレビ割れた、本当にそれぐらい衝撃よね。あれはめっちゃ豪華なメンバーの方々でしたね。わあ、なんか話したいこと話したけんか、スイマがやってきそうになった。1位で出た全員が今も活躍してるのがすごい。そうなんだね、なんか噛みすぎ。そうなんよね、1位を見たことなかったから。そう、でもすごいと思った。じゃあ1位にそんなにすごい方がいっぱい出てたんやっていう、すごい。えへ、みおりが映ってる。この画面もだいぶやば。みおりも綺麗やが、やったねー、キルン。ありがとう、たけたけたけひとたこ、ありがとう、ありがとうございます。じゃじゃーん、じゃじゃじゃーん。一作目のキャストの豪華さ、そうよね。だってあれよね、長澤まさみさんが生徒として出てたんよね。すごくない？どういうこと？すごくない？なんか本当にリアルになんかその生徒だったのが先生になったっていうのがすごい。うんうん、ぐへへぐへぐへへ。毎日みおりのショールーム見てるから画面ちょっと割れてる。ありがとうございます、におにお。どうしようこれ、私何分からしたんだっけ、40分からしたんか。何時までしよっかな、なんながだん、なんながだん、なんながだん、チュ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 。水野以外誰がよかったか忘れて、まだそれは秘密。じゃんじゃんじゃんね、最後にどんでん返し、それな、いい意味でのどんでん返しが待ってるのね。見てみて、みんな見てない方見てみてね。あえてにゃん、お、虹がかかった、虹が虹が空にかかって、の前にデザイザートさん、だるまありがとうございます。あっくん、ハートありがとうございます。たけまつるさん、虹ありがとうございます。たけたけたけひとさん、お花ありがとうございます。おおかみさん、ハートありがとうございます。ありがとうございます。今期は注目してるドラマないんですよ。リコカツも終わっちゃったし、ドラゴン桜も終わっちゃったし、あと大人のドドラマまだちょっと見てるけど、まだ合ってるけど、それ以外ない。どうしよう、コントが始まるも終わっちゃったし、そう、もう終わっちゃったんですよ、私が見てたやつだから。助けてください、誰かおすすめのありますか。もう始まっちゃってる新しいの、1話から見たい人なんですけど、いかが。なんかおすすめのありましたら教えていただけると幸いです。君と虹と太陽、君を守りたい、僕の腕の中、太陽になって、微笑みが虹をまとう、君を守りたい、強く抱きしめて、溢れた涙のひとしずくが七色に輝くよ。バチェラー、わからん、初耳。昔のドラマしか紹介できない。でもネットフリックスにあるなら見てみたい。ネットフリックスはあるんで見れるんですよ、私のうち。なので何かあったら教えていただけたら嬉しいです。I am happy to see you. Me too. How are you today? I'm fine. Thank you. My name is Miho Tanaka. Nice to meet you. あく音符ありがとうございます。
泉区信号機小石尾さんかっこいい、ありがとうございます。ふなちさんハートありがとうございます。海賊たくもハートありがとうございます。ありがとう。にゅんにゅんにゅん。7月から新ドラマ、え、気になる、何があるかな。今の月9、面白い月9って何があってるんですか。ちなみに私はちょっと恋愛系はあんまり興味が湧かないんですよ。どちらかといえばちょっとだけミステリーな感じ、ホラーな感じ、まさしく世にも奇妙な物語系が好きなんですけど、あと昔やってた夜行観覧車系とかの好きなんですけど、どうですか。あー、北原里奈さんが出てるの、バチェラーっていう、え、ちょっと見てみよう。チュッ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 チュー、愛の不時着、なんかママが見てた気がする、あれをね、愛の不時着の中になんかさ出てくる韓国チキンが有名みたいな全部食べ物ね、情報を得てる。食べまぼうさんハートありがとう、ありがとう。漫画やけど東京、これ何、漫字リベンジャーズ、おお、調べます、見れるかな。うんふんふん。ふなっちさん傘もありがとうございます、ありがとう。じゃんじゃん、月9、医療系か、そっか、医療系ね、難しくてね、医療系と刑事系あんまり私なんか見続けれない人だわ、なんか、うん。でもあのドラゴン桜めっちゃ面白かったな。いきなりいきなり。2回目だよ、やん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 。確かにチキンが美味しそうだった。そしてあの5人組にハマった。そう、私ちゃんと見てない、愛の不時着は。だからあんま分かってないけど、そうチキンがねあれで有名になったらしいんですよ。学園系まあ好き。ある、なんか。ネットフリックスにもあるやつとかだったら見ます、皆様おすすめがあれば。東京リベンジャーズは漫画でも人気だしアニメでも実写化した、おすごいね、見てみよう。ブラッディーマンデー、なんか聞いたことある、なるほど。ニョンニョンニョン、筋トリ、おお、天海祐希さんってちょっとなんかかっこいい女性の方よね、なるほどなるほど、調べます、ありがたい皆さん。じゃんじゃんじゃん、プッ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 プナナさん、タコありがとう。チュチュチュ、片思いの入り口昨日の曲がめっちゃ出てくるの、チュ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 チ隠していた切なさとか愛しさとか伝えてみた、あなたは少しだけ困った顔やばい、歌っちゃう歌っちゃうそうね、夏はやっぱり瀬戸内ツアー、そうだよそうだよ、今準備中なんでね、絶賛瀬戸内ツアーに向けて準備中なのでお楽しみに。龍平くん可愛い、ありがとう、ありがとう、たたんたたん、おもちこんばんは、シャッシャッシャ、明日は午前中は何もないから今日はもう配信終わってゆっくりしてから寝ようかな。お、岡山と広島を申し込みました、ありがとう。そう、瀬戸内ツアーもね、まあ申し込みやってたのでね、あとキャンセル待ちのやつとかも山口あるのかな、多分ぜひ申し込んでみてください。ちち、秋元先生が原作の漂着、ん、漂着もの、
漂着者でドラマが7月23日から。お、ミステリー、お先生、秋元先生見ないと。わわ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 、見たい見たい。こちらも絶賛ツアーに向けて業務調整中。みんなも仕事頑張って、学校も頑張って。ファイオーファイオー。あら、ツアーはいけないのか。頑張れ頑張れ。バイトしたらオンラインイベント参加を待ってます。ぜひぜひ。ナナスもオンラインイベントがいっぱいあると嬉しいな。なんなんなん、山口のキャンマチ当たりました。お、ほんと？もうトラック出たんだ。おお。何、星キャンマチ星したよってなってるけど、当たったってこと？にゃんとにゃんとにゃんと。でもあれなんかな、2階なんかな、あそこ2階あるけん。どうなんかな、キャンセル待ちの方とかは。でもキャンセルした人の席が1階だった可能性もあるもんね。どんな感じなんやか楽しみね。直接会えるお話し会の応募頑張りました。お、お疲れ。シリアルコードね、もうみんな手が壊れちゃうんじゃないかっていうか。ありがとう。ね、ナナスたくさん会いたいね。部数が増えたら嬉しいな。ちょっとも増えたら嬉しいな。今のうちから考えてる。おもちこんばんは。おもち。あら、キャンマチ落ちたの？あれ？あれ？あれ？大丈夫？あれ？あれ？まあツアーまだいっぱいあるんでね、他の会場とかも当ててください。皆様お待ちしております。お待ちしております。ちゅ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 、20分に終わろうかなって思います。ライホ、ライホは2階でもそんな遠くない、見やすい。おお、そうなんや。ライホいいね、略してる。ライジングホール山口か。ちゅちゅちゅ、あ、あれです、7月9日の方。どこだっけ、ゲバント、ゲバントホール。もう2階があるらしいじゃないですか。それはどうなんだ。あら、間に合ったんご、こんばんは。ヤッホーン。お、アバターもらえた、いいな。私まだ持ってない、自分のアバター。いいな、いいな。くじ引きやから、あんまくじ運ないから当たらん、全然。なん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 。ね、ツーショット撮りたいよね。増えたら、増えるように頑張るわ。頑張る、よろしく。よろしく。鍋の中身とか言ってるバチ。それはそう。でも、鍋と中身が共演するのがツアーですからね、お楽しみに。あそこの場面とか見どころがあるかもしれない。やばいやばい、動揺で画面が。ちゃちゃちゃ、料理七並べの一押しがやってない。やばいやばい、今日ね七並べ開いてもない。やばい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 。もう月の初めめっちゃ張り切るのに、月の終わりもう死にかけてる私。やばいやばいやばい、やらない今。にゃんにゃんなららんなららんらん。スティールのアバターコンプリート、すごーすごー、いいな。私も当てたいよ、頑張ろう。お、ゲバント外れてキャンマチ登録が30日。お、ゲバントの方はまだ、キャンマチまだか、楽しみね。ちゃちゃちゃん、ジラシ上手の田中さん。見どころがね、ツアー本当に。ここはあの子とイチつくとか、ここはこの子と一緒の歌割りとか、ここでこれをするとか、いろいろあるんですけど、お楽しみに。言えないので、お楽しみにです。うんうん、今日七鍋、うん、しない。パッパパパッパパー。福田さんから LINE が来たということは、多分ドライブのギルマトが始まってるわ。オフ、待っててください福田さん。猫のスタンプ送ってきてるのが見える。じゃん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 ね、ツアー楽しみ、ほんと
もう頑張って口を滑らせないようにツアー初日まで耐えようと思います。マジマジいつもね口ずさみそうになって危ないけ。ゲワート行きたいね、来てほしいよ私だって。来て来て当ててヨロピク。ギルバト多分始まったんだと思うわ。なのでそろそろランキングを読んでいきましょうかね。ではでは、タックちゃんレイボスターありがとう。22のミホリ紹介いきます。22位はオロチさん、13位ユナイテッドさん、12位カンちゃん、11位タケタケタケヒトさん、10位クマネパパさん、9位リーツさん、8位デサイザートさん、7位オオカミさん、6位アスパラさん、5位フナッチャーと中身ちゃんタウンシさん、4位海賊たっくん、3位ダイチャーとミホリ一生しさん、2位竹まつるさん、そして1位はナナさんでした。ありがとうございました。では今日は本当に最後、お昼も夜も見てくれてありがとうございました。また明日も元気に会いましょう。明日そして20時半からくだらないとに出させていただきます。ぜひ見てください。ではおやすみなさーい。またねー。